にちは、かんばらさとみです。今日の話し方レッスンいきますね。テーマは話し言葉で気をつけたい鉄則です。これね、特に放送に載せるときには気をつけています。結論として、四角い文字を丸い言葉で説明しましょうということなんです。もっと言いますと、四角い文字とは漢字ですね。漢字が連なっている熟語、これをひらがなで説明して言い換えましょうということなんです。例えば今日収録しましたこのアーティストボックスには、当初はという熟語が入ってるんですね。これ当初はと原稿には書いてるんですが、そのまま私は言いません。当初はというのを初めのうちはというふうに言い換えて収録しているんですね。なぜかと言いますと、熟語って相手に伝わりにくいんですね、感覚的に。ですからひらがなで言い換えてなるべく収録するようにしているんです。根拠としてかの有名な小説家井上ひさしさんも本の中で似たようなことをおっしゃってるんですね。漢語、熟語のように漢字が連なっている言葉ですね。この熟語というのはお客さんの理解が遅れますというような内容を書いてあるんです。漢語というのは完璧にマスターしているように思えても 0.01 秒くらい私たちの頭の中で何かが起きているんですというような内容を書いていらっしゃるんです。井上ひさしさんは小説家でありますけれども、脚本、セリフも書いたりされてきましたからね、そういったことに注意して作品を書き上げてきたようなんですね。で、ちょっとこれ実験してみますね。じゃあどのくらい理解が遅れるのか。私は熟語を使って今一言お伝えします。あなたはどんなイメージを抱くでしょうか。いきますよ。さっき駐車してきました。さっき駐車してきました。さあ、あなたはこちらをイメージしましたか、それともこちらをイメージしましたか、どちらでしょうか、ね、こちらをイメージした方、やはりさっき車を止めてきましたというふうに言い換えてほしいですね。で、こちらをイメージした方は、さっき病院で駐車してきました。これでしたらね、場所を加えたら間違うことはね、相手に間違って伝わることはないと思います。このように四角い文字は丸い言葉で説明してあげましょう。これが今日の結論です。